さあ、ということで、レインボーシックスベガス続きからやっていきたいんですけれども、とりあえず、せっかくだから、ラペディングしよっか。とりあえずラペディングしておこうか。で、窓の上まで来て、なんかゲームショーみたいなのやってんのかな。ゲームって書いて、窓の上、いや、本当に窓の上だな。それバレるでしょ。あ、なるほど、突入できるのこのちっちゃい窓しかないのか。なるほどね。よし、あ、ということで今度は陸路で陸路で行きたいと思います。陸路っていうほどでもないけどね、さっきのも。よし、とりあえずこっちから順当に敵を倒していけるといいかな。うん、まあでもさっきのも別に入る場所が違うだけで、あ、サプレッサーつければよかったなーとか言いつつ敵を撃っちゃう。よし、ターゲットダウン。サウンドサプレッサーをつけろ、今更だけど。下の階にいるのかな。あ、そうか、さっきは下の階に入ったんだな。なるほど。ターゲット2ダウン。狙え。死なない。硬いなあいつ。よし、ターゲットダウン。ていうかさ、こいつらがつけてる鉄仮面的な感じにさ、感じを見るに、あれなんだよね、シージーに出てきたあの白仮面ともなんかつながるところがあるような気がしちゃうんだよね。まあそれはいいとして、ベガス2のこの終わりを覚えてないから、まあ、もしかしたら関係があるのかもしれないけど。よし、ターゲットダウン。レッドベレーか、出てこいよ。よし、ターゲットダウン。で、そんなところまで出る。これカバーの位置バグってんな。リロード。ここら辺カバーして、あ、敵いるな。敵いるけどカバーで身を乗り出せない。よし、ターゲットダウン。とりあえず細かくリロードしちゃうけど、うん。で、さらに下か。ああ、さらに下に行かないといけないから、あの大階段を降りないといけなそうだな。なんだこれ、 MLG。 ああ、なんかゲームのあれかな、スポーツリーグみたいな、メジャーリーグゲーミング。ああ、そうだね、ゲームの祭典みたいなやつだね。てのをここで開催する予定だったのかな。うん、よし、ターゲットダウン。こっちになんか敵がいた気がするんだけどな。あ、いたな、いたけど狙えないな。ちょっと仲間をもうちょっとアグレッシブに動いて。おっとっとっと、下か。向けない向けない。これ以上下を向けない。たた倒した。あー、新しいの来てる。よし、ターゲットダウン。目標未だ健在。ちょっと、マイク、相手はどんな感じだ。ここは広いです。ということで敵は全部倒せたのかな。でも慎重に行動すれば先制攻撃できます。オッケー、ということでなんか謎の進言をもらいましたけど、さっきはなかったよねそんなの。で、ここを下に降りていくときに敵が出てくるのかな。ここはもうさっさと降りちゃった方がいいか。
で、ここでカバーを取って来るやつらを迎え撃つと。よし、ターゲットダウン。でもう一人来るから、あれは勝利か。よし、ターゲット2ダウン。うん、エイムがガコガコですけど、敵はもういないかな。敵こっちに来い。ラジオ、オッケー。で、この奥へどんどん進んでいきたいんだよね。行こう。お、チェックポイント。ありがてえ。あそこに敵いるな。見つけたら片っ端からやっていく。あ、オッケーオッケー。民間人を撃たないように。ゲームの関係者かな。まあそれもどうでもいい話だけど。81メートル先か。今度も景気よく距離が遠くなったな。なるほど。各ブースがいっぱいある、ここが危なそうだな。お、よし、みんなここに陣取ってここで戦おう。そこサーマルを使おう。あー、ここに陣取っても来てくれないか。しょうがない、出向いてやるか。致し方なく出向いてやるよ。ほら、よし、オッケー。ターゲットダウン。ん、そっちもいるか。 LMG か。よし、ターゲットダウン。オッケー。いや、こんなところに LMG を持ち込んで設置するとはちょっと眉毛がかゆい。眉毛がかゆいってなかなかない事態だと思うけど。あそこにいるな。よし、ターゲットダウン。カバー。現状敵は見えないけれども、焦って飛び出すと蜂の巣になるからな、気をつけよう。ここあれか、多分、あ、休憩場所かな。うん、東京ゲームショーなんて休憩場所なくて、みんなブースじゃねえや、なんか建屋と建屋の間のなんかそういう通路的なところで休んでたけど。よし、ターゲットダウン。で、武器を乾燥。そっち移動してくれ。じゃあ俺は後ろから行くぞ。今いた？あれは敵じゃないな。とりあえず移動しておこう。おっと、リーダーを狙ってくれた。じゃあ俺もリーダーを狙うぞ。敵をダウン。あとあそこにいるな。よし、2ダウン。よし、3ダウン。あ、まだいるな。よし、リロード。まだいるか。まだいそうだな。移動。敵の反応はないんだけどな。まあそりゃそうか、死人できなきゃ敵の反応も分かんないもんな。いるか。行くんだ。そっちへ移動してくれ。あ、やっぱりいたか。あとそこか。よし、ターゲット2ダウン。 OK。 じゃあ次はそこ、そこ行ってくれ。急ぐんだ。あれは箱か。あの箱は動かないか。よし、集合。ここに来い。あ、武器箱あった、ラッキー。まあ、ここでは基本襲われないって信じてるから信じてるから、まあもう普通に無防備で開けるけど。 OK。 よし、チェックポイントへ到達。なんかすごい、なんかギャーギャー言ってるけど。よし、ターゲットダウン。倒したか。あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、逃げられなかった。よし、ターゲットダダダダ、危ない。やつらは
このカバーをうまく使ってくるから。よし、ナイス。今のうまいな、見習いたい。あの裏にいるな。これは抜けるか。抜けた。よし、ターゲットだ。これで安全か。 OK。 じゃあ人質の人たちは逃げてください。ってことはここに俺たちがカバーしてても抜かれる可能性があるってことか。気をつけなきゃ。抜ける素材と抜けない素材がわからないけどまあなんか柔らかそうなのは抜けるのかな、うん、それ抜けるぜ。気にするなって。気にはしろよ。よし、ターゲット2ダウン。よし、3ダウン。オッケー。反対側から来てる雰囲気があるけど大丈夫か。こっち側からね、なんか敵が来そうな気がしちゃうんだよね。いるですやん。いるですやんってよくわかんない。あそこに、うん、足を狙い。あっち伏せられたな。頭を狙い。よし、ターゲットダウン。オッケー。前進。ここ。じゃあ俺ここにいるね。次あっち。急げ。でもあそこあそこで結構リスクがあるんだよな。敵いる？大丈夫そうだな。そこで待機。集結。ここに来い。集結。あっちの方か。あっちの方へ行くためにはホールのこの階段を登って上に登ってって、多分3階から登っていかないといけない気がするんだよな。うん、チェックポイント到達っていうことは敵がまたなんかワンサカ来る可能性が、うん、いるね。待ってグレネード。あ、後ろ後ろ後ろ。しれっと仲間のように降りてきたな。おとね、こっからなんでこれもうすでに敵は降りた後の状態みたいな感じ。ちょっといっぱいいんな。そこは抜けるか。よし、抜けた。オッケー。グレネード飛んできて、あー、これ勝利はやばい。よし、ターゲットダウン。あれ、もう降りてくる人はいないのか。まあそれはそれでいいんだけど、前進しよう。どっかにいるな。くれよ。これでどうだ。そこか。ブラインドファイヤーでなんとかなる。よし、ターゲットダウン。オッケー。でこれはどんどん上に登っ、いや上に登らなくて大丈夫そうだな。こっちから行こう。敵いたな。スナイパーにしよう。LMG か。よし、ターゲットダウン。あ、まだいっぱいいるな。スリーダウン。ダメだな。リロード。まずい。横に来てるぞ。ターゲットダウン。うん、そっちからも来てるか。よし、ターゲット2ダウン、3ダウン。よし、OK。前進。行くんだ。リロードしておこう。後ろ通るぞ。次はそっちだ。大丈夫そうか。よし。前進するぞ。じゃあどうしようかな。次はそこのちょっと遠いけど白いところ。俺はじゃあこっちから敵がいないかを見ながら移動していこう。OK、 大丈夫。集まれ。でこの扉を抜けた先が目的地かな。お、よしよしよし。ということでアクト4シーン2展示会へ到達したので、今回はねここら辺で終わりにしておきたいと思います。ムービー入るかな？さあ、ということで、全くムービーとか入らないので、次回はここで補給して、なんかいろいろレベル上がってたから武器が
新しいの出てないかどうかだけ確認して、この扉だね。この扉からこう先へ進んでいきたいと思います。ということで続きはまた次回。またな。